博多港は福岡県福岡市にある港湾。港湾管理者は福岡市。港湾法上の国際拠点港湾。高速法上の特定港に指定されている。博多湾に面している。1899年8月4日に開港した。古くは名の津、名大津、博多津と呼ばれていた。水戸七港。近年、博多港は九州地域の経済を支える。 中枢港湾として東アジア諸港における国際競争力の確保から国際海上コンテナターミナルの整備を進めており高度物流の拠点港湾を形成している外防コンテナ取扱い個数国内第6位外国人旅客数及びクルーズ船機構数は日本一となっているまた神戸港より西の西日本では貿易額、コンテナ取扱い量もに主位である 荒津地区364日24時間入出港及びに役が可能であり、北米、欧州航路のコンテナ船などが寄港する。また、福岡空港や都市高速が近くにあるため、都心からの利便性が高い。他にも、海岸沿いには、福岡国際センターマリンメッセ福岡、福岡国際会議場などのコンベンション施設があり、福岡ドームや福岡タワーなどの観光施設、 シーサイドも、餅といった、新都心も博多湾の沿岸に集中している。旅客港として、韓国や中国に近い博多港は、韓国、富山との間に高速船を運航するなど、需要も多く、外国航路の旅客数は、日本一の港である。海上保安庁発行の海図では西戸崎西端から、のこの東北部なりよ、岬を経由し、今津の五石種花南,南川を結ぶ線を、 港海と定める。箱崎埠頭から荒津までの防波堤の内側を第1区と定め、河西埠頭と東区西と崎南東端を結ぶ線の北側を第2区、残りの海域のうちのこの島南部と小戸庸県岬を結ぶ線の東側を第3区、西側を第4区と定めている。博多湾内は、水深確保のためのこの島と大竹の間から、 春節による航路が設定されており、ここからパイロットが乗船する水崎区となる。航路は、西戸崎沖からアイランド式やカシーパークポート方面への東航路と、荒津地区、東浜府東方面への中央航路に分かれる。なお、福岡港という故障は明治から昭和初期まで現在の中央区港にある福岡府など余りを指していたもので、ここは、 古くから新と呼ばれ、江戸時代に福岡藩はここを整備して、餃子船や長崎警備に向かう長崎番船を出入港させていた。また明治から昭和初期における博多港は、現在の地港、本町、岩木町付近、福岡国際センターなどが建っている一帯にあり、両港は、もともとは別々の港であった。1970年頃までに、中央府島、 博多頭が一体埋め立て整備されると、博多港として統一された。2019年時点の国土地理院地図では、中央頭西側の旧福岡港側が、博多港の一部、博多漁港とされている。なお、福岡港の故障は、中央頭整備後に開通した博多臨港線の貨物駅名、福岡港駅として残っていたが、それも1998年に廃駅となった。 1994年から2006年まで、博多港には、アメリカ海軍のイージス艦が、計14回寄港している。2004年まで、第7艦隊所属、アーレ a ーバーク級ミサイル駆逐艦 DD、DDG-56 ン・エ S マケインが、須崎キフに、2006年には DD、DDG-62 フィッツジェラルドが、箱崎埠頭に接岸した。寄港中に、 館内閲覧が行われたこともあったが、2006年の気候では報道関係者のみの内覧に制限された。中央区西公園より校内を望む。国際ターミナルに停泊中のニューカメリア国際ターミナル入り口第二ターミナルと博多ポートタワー電動化前の各200レーンへ自由に移動できるタイヤ式トランスファークレーン。博多港。 アイランドシティ CT にて、2009年5月5日、撮影。福岡市エイト線、近陰3号西日本鉄道、マリエラ中央埠頭、博多港国際ターミナル不残港2007年7月1日時点。海上出入総貨物量は、外国貿易が1830万トン、内国貿易が1406万トン、出入別の割合では、有意質が33.4%、 輸入が66.6%となっている。博多港は輸入中心の港湾であると言える。外国貿易では取扱い量の4割が輸出で6割が輸入。輸出品目はゴム製品、完成自動車、再利用資材が輸入品目は家具装備品、麦、飼料、肥料、衣類、果実、野菜が上位を占める。貿易相手国は中国、 アメリカ、韓国が上位で、中でもトヨタ自動車の中国向け輸出者の積み出し口としての成長が著しい。下記のデータは2012年時点のもの。ありがとうございます。